飛行機乗った上で素晴らしい場所を今日ねたくさんご紹介してくださるということで、ANA のですね CA さん客室乗務員の方をお呼びしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。伊藤理香さんと浅沼健さんです。非常に緊張してます、はい、ほぐすためにも大きな声で自己紹介兼ねてご挨拶いただいてもよろしいですか。どうぞマイクを使ってくださいステージ上です、はい、こんにちは、客室乗務員の伊藤です。よろしくお願いします。同じく客室乗務員の浅沼です。よろしくお願いします。こういう舞台でお話をされることってあんまないんですか。初めてです。初めて、はい、ああそうですか。貴重な舞台になりましたね、おじさんいやらしいですか。ちょっとなんか笑顔がね怖いですよね。いやらしい、あそうですか。なんか、爽やかに迫っていきますね、はい、はい。じゃあまずまずですね、お二方からいろいろ PR してくださるとのことで、今日 ANA 楽園直行便ゲームというタイトルがついています。このタイトルにちなんでですね、いろんな PR をお願いします。はい、 ANA は今年の3月25日に中部宮古便を通電運行化したことに伴い、現在那覇、石垣と合わせてセントレアから沖縄へ3路線直行便を運行しております。那覇、石垣、宮古へ ANA の ANA で行く楽園直行便をぜひご利用ください。完璧ですね。完璧でしたよ。続いていきますか。もうひとまず叩き込んであること全部まず出し切ってください。まず出し切ってください。どうぞどうぞ。あ、続いて PR いいですか。はい、あ、PR 以上？早っ、わかりました。じゃあ、他にも沖縄に関して語っていただきたい。そう、海が綺麗だってのよく皆さんね、ご存知じゃないですか。沖縄本島、キャンプで行かれたことある方？あ、結構いらっしゃいますね。ドラゴンズファンの方、スワローズもだってね、沖縄、スワローズファンの方ってことありますよね。沖縄の海、大概綺麗ですけども、大概って言っちゃあれですけども、それよりも綺麗な海があるということです。はい、宮古島の海もすごく綺麗で、すごい鮮やかな透明で、青のグラデーションがとても目に焼き付いてます。はい、私も昨年の10月に宮古島に行ったんですけど、行ったんですけど、その時も10月も海水浴できるんですよね。10月で泳げる？泳げるんです。泳いだんですか？泳ぎました、泳ぎました。そうなんだ、2回行った、泳ぎました、泳ぎましたって本当ですか？そうなんです、だから10月ぐらいまでも海水浴も楽しめますので、綺麗な海ですね、ずっと眺めることもできます。なるほど、はい、彼女まだね、飛行機乗ったことないですって。そうなんです、私一度もなくて宮古島、はい、行きましょう。飛行機乗るときは宮古島を目指していきたいと思います。ぜひ、はい、お待ちしてます。皆さんお願いします。誰もお願いされた？手配の仕方とかわかんない。いや、確かにね、俺も宮古島行ったんですよ、実は。お、うん、で、同じ時期だったんですよ、僕、去年の10月だったんです。その時まだ直行便で、で、朝10時に見ましたね。そうでしたね、準備してくれまだでしたね。今年3月でしたよね。ですよね。だから直行便を早くあの時解説してくれてればって思ったんです。というのも、時間が全然違うんですよ。はい、教えていただけますか。はい、直行便ですと、セントレアから朝11時半ごろに出発して、なんと約2時間半で宮古島に到着することができるんです。たったの2時間半です。これが今までのルートですと、どうでしたっけ。今までは乗り継ぎをして5時間ほどかかりました。去年の10月、僕だから5時間かけて行ってるんですよ。それでももちろん魅力的な場所ですよ。でもね、あのお子さん連れとかだとね、やっぱりね、時間はやっぱり短い方が楽じゃないですか。半分、ありがたいですね。ぜひ宮古島、皆さんで1回行っていただきたい。先ほどおっしゃってた、本当に行ったことある？またすごい絡み方してきたね、君で。本当行ったんだ、いつ行った？忘れたか、そうか。でもね、本当に素晴らしい場所なんで、ぜひ僕も行っていただきたいなと、個人的に思う場所
場所であります。そしてそして、せっかく来ていただいたんで、アルミで降りて偉いみたいな、伊藤さんね、ドラゴンズファンでいらっしゃるのかな、はい、名古屋市出身。あ、そうなんですね。あ、名古屋でブルーのね、なんですか、スカーフ、お似合い、ピンクもお似合いですよ、もちろん、もちろん、ドラゴンズファン、はい、どなたを応援しましょうか。今日、先発が予想されていますけど、伏見投手を応援したいと思います。おー、いいですね。予想されているっていうのは丁寧にいいですよね、まずね、投げていただきましょうよね。試合も見てこれるんですか。試合も不満に、はい、はい、あ、そうですか、はい、気になりますね、はい、別に言っていいんですよ、私も聞こえないです、はい、はい、ね、怪しい話をしてたわけじゃないですよ。さっきね、打ち合わせした時にお父さんお母さん見て行かれるっていう話をしたもんだから、それは言わないんですかっていう確認を今してたら、そうなんです、今日、はい、両親が、ね、大丈夫ですよね、はい、よかった、なんか言ってはいけない関係だったりしたのかなと思って、チームドラゴンズ応援して、よかった、応援していきましょう、はい、ありがとうございます。浅駒さん、ちなみにドラゴンズ、メゴラ、はい、ドアナが好きです。あー、来ましたね、そうなんですね。昨日からバク転復活されましたね、おめでとうございます。ぜひ、それも含め応援してくださいね。はい、ではでは、このお二人のご時間は間もなく終了ということになりますけども、何か言い忘れたこととかアピールし忘れたこととかございませんか。それではどうぞ。はい、ああいうとこに喋れるんですか、 MC ができる、本当の CA さんなんですよね。大丈夫ですね。大丈夫ですよね。はい、何？台本の確認ですか。はい、こういうのとか、こういうのとか、こういうのとかね。こういうのとかね。はい、はい、皆さん多分ご旅行で考えるとお値段とかも気になるのかなと思いますが、ANA は大丈夫なんです。大丈夫ですよ。ANA の旅割りなら通常の運賃よりお安く飛行機に乗ることができますし、また10月28日ご搭乗分から新しい運賃が始まりますので、もっとますますお安くお得に便利に飛行機に乗ることができますので、はい、ご旅行は今すぐちょっと、ね、考えていただいて、はい、私たちにも会えるので、はい、ぜひ飛行機で。そういう告知ですね、私たちにも会えるので。確かにそうです、会えますもんね、こんな素敵な方のね、一緒にフライトしたいですよね、ぜひ素敵な旅行を、はい、ナビゲート、はい、させていただきますので、はい、お待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。というわけで今日はですね、ANA のお二方来ていただきました、大きな拍手でお送りください。客室乗務員最後にリラックスしましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。決まりがあるとね、バッてなんですね。横からパッて見たら2人の角度がすごい揃ってましたね。揃ってもね、はい、35度ぐらいですかね。音わからないです。適当に言っちゃったらちょっとなし。はい、さてさて、美しいといえば、はい、そうですよ、ね、お辞儀も美しいですけど、こういう美しい方をお呼びしましょう。今日はですね、宮古島から素敵なゲストをお迎えしています。